んにちは、カツオです。今日も外に来てます。で、なんでゴーグルとかしてるのかというとね、見てくれ、この雪を。めちゃくちゃ雪降ってます今めっちゃ降ってる、やばい。で、でね、今来てるとこ、この間の動画見てくれた人は分かると思うんですけど、鎌倉着くとこっつって、自分の家の横というか、に鎌倉着ったんですけど、ね、この謎の穴にね、で、これ鎌倉、カメラじゃ分かんないよね多分。この間の 1.5 倍ぐらいにでかくなってんだよめちゃくちゃでかくなってんの。もう雪が出来上がった鎌倉の上にさらに積もってめちゃくちゃでかくなってんの。やばいよね。どうすっかな、どうやれば分かってくれるかな。ちょっと後で考えよう。でね、この、ここ鎌倉の入り口なんだけど、カメラ越しでは多分分かんないと思うんだけど、入り口がね、狭くなってんだよ。狭くなってるっていうのはね、さっきも言った通り、雪がね、この上に積もっちゃったわけよ。で、多分その、重みでだと思うんだけど、この上のね、ここが下に降りてきちゃってるの。だから前よりも入り口が狭くなっちゃってて、相当降ったんだねこれで、中もちょっとね入って見てみたけど、やっぱり天井がちょっとね低くなってた。すごいんだよ本当、雪がすごいんだよ。でね、今回、よいしょ。で、今回ね、鎌倉どうのこうのっていうのじゃなくて、僕、岩手県のね、田舎に住んでるんですけど、家の裏に山があって、でその山はもう、僕の家の山なんですけど、この景色をね見てくれたら分かると思うんだけどね、これこっからじゃ分かんないか。僕は冬の期間、行ける時だけど、友達と一緒にスノーボードをやりに雪山に行くんですよ。でね、思ったわけよ。よいしょ。もうすごい深いの、雪が。やばい。でね、思った。ここね、カメラ越しだとちょっとわかんないかな。ここも今ね、雪の深さね、さっき僕歩いてみたけど、軽く膝ぐらいまで来てんだよね。雪の深さが。で、ここちょっとね、下り坂になってんすよ。下り坂で、ずーっとこう、下ってきて、で、今、見えてるのが、鎌倉ある方。でね、思ったわけですよ。すごい雪が。ここを、ある程度、ちゃんとやれば すげえ短いけどちょっとボードで滑れんじゃないかなって思ったわけですよ。すごい雪がすごい、もうゴーグルしよう。もう雪がすごいわけですよ。ちゃんとコースを
コース、まあ、コースって言えるほどのあれじゃないけどね、作れば滑れるんじゃないかと思って、うん、ちょっとね、まあ、鎌倉チャレンジしたから今度はね、あのなんだ、鎌倉チャレンジじゃなくてなんだ、ゲレンデチャレンジ、いや違うな、なんだボートチャレンジかな、スノーボートチャレンジかな、わかんないけどできるかわかんないけど、ちょっとやってみようと思います。イエイ、これからじゃあ作業に取り掛かります。とりあえず今やってたみたいにある程度慣らして、で結構慣らしてみると分かるんですけど、すごいなんかあの全部平らに下っていくわけじゃなくて、ところどころへっこんでるところがあるんですよ。そこにあの、まあ、周りの雪をあの持ってきて穴を埋めるみたいな、穴埋めてまた鳴らすみたいなのをとりあえず繰り返しやってます。ゲレンデできんのかな、しゃあ行ってみよう。とりあえずある程度雪足して鳴らしました。でもまあめっちゃ息切れてる。カメラ越しだとちょっと分かんないけど、あのまあ外もちょっともう暗くなってきちゃったし、ちょっと分かりづらいと思うんですけど、よいしょ、とりあえずそっち側はまだやってないで、ここの中間ですね、ほんと分かりづらいな、全部白だからまずやりました。でまあここからね下っていくわけですよ。まあ、さっきの見てくれてる人は分かると思うんですけど、まあ、ザーッと滑ってくみたいなね感じで、とりあえずここまで
ね、鳴らしました。あとは滑れるかどうかだよね。あの滑るところは結構もう結構ね、滑るところはもう固まってきたんだけど、あとは滑れるかどうかだね。ちょっともう体力ないけど、いや雪もあれなんだよね、まあ、さっきよりは細かい雪になってきたけど、ちょっとどうなるかね、わかんないけど、でも滑れるぞ怖いけど滑る。まあ見てわかる通り、僕はねスノーボード初心者なんだよスキーはね、スキーは 6年ぐらいやってたけど、スノーボードはね去年から始めたんだよ。あれだな、去年はね何回だ、4回ぐらいしか行ってないね。4回ぐらいしか行ってないんだよ雪山に。まあ下山はできるようになったよ、そりゃゆっくりとね。ただねそんなね、ターンを決めれるわけじゃないし、ちょっとね作ったはいいけどね、僕は滑れない。まっすぐしか滑れない。ダメだ。ってことでね、まあ普段からね、スノーボードをやりたくてもね、まあ雪山にね行く時間がないよとか、お金かかっちゃうしみたいな思ってる人はね、これで分かっただろ、家に作ればいいんだよ。家にねコース作っちゃえばね、普段からできるよ。よかったらみんなも作ってみてくれ。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあバイビー。